どうもジラティです。本日、今回から、また新しく、シリーズ始めて実況を始めていきたいと思います。前回までは、トゥームレーダー3部作、やっていたんですが、今回からまた気分を新たに、今度は Xbox で、やっていきたいと思います。でソフトはですね、こちらロストオデッセイにしました。あのね、いろいろあるんだよいろいろね、あのありますけどね、前回も言ったように、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーの時も終わりに言いましたけどね、いっぱいね積みゲーがあるんですが、これにしました。いろいろ考えたんですけどね、これはね、もう結構前なんだけど、セールで5、600円で売ってたのかな確かでね、あ、なんか聞いたことあるなっていう感じ。でね、どういうものか全然わかんない。でね、実はね、動作確認のために、少しね、やりました。ムービー全スキップで、でちょっと戦闘っていうのもやったんですけど、もうほとんどもう、ラジオ聞きながら適当にやりました。だから動くなっていう感じ、あんまり頭に入れたくなかったんで、なのである地点まで、初見ではないです。これね、なんか聞いたことあるんだよ。でもね、全然ね何者かわからない。まずそもそもアクションなのかとかね、そのジャンルすらわかんない。ただ戦闘やったんで、ああこういう戦闘なのかなっていうのはちょっと垣間見てしまいましたけど、まあしょうがないね。いつも最初さ、ちょっとミスる時あるのでね、あれって動かないじゃんとかでね、まあ言ったっけ、まあ Xbox なんだけど、じゃあやっていこうかな。でね、グラフィック見たらね、まあちょっと前なのかな、どれぐらい前なんだろうかねっていう感じ、発売したのがね。これなんで聞いたことあったんだろう、ちょっと覚えてないですけど、あ、2007か、よく見てなかった、すぐ押したから。じゃあニューゲームでね、この下はよくわかりません。ああ、なんか出てくんだよね、古いやつだと。これはね、やっといた、変わってないよな、最初英語になってたかな。あとこの辺もよくわからないね。あ、これダメだ、こうだ、あ、ニューゲームだからかな、ちょっと音が最初すごいからさ、多分ねどのゲームもこれ分かんなかったな、裏で調整した時、意味がテレビでなんかやれっていうのかな、なんか今何も動かないんだよね。なんかあとね、 Xbox のこのコントローラーなんだけど、これ1個しか持ってないので、 Xbox ほとんど稼働してないのでね、1個しか持ってないんですけど、これさ、十字キーがさ、ものすごくカチカチ言うのね、絶対マイクに入っちゃってると思うんですけど、それはね勘弁してください。めっちゃカチカチ言うんだね、 Xbox のコントローラーってっていう感じ。さてと、これで、あ、丸ボタンか、あ、これ、あ、これでいいかな、はい、じゃあこれね、ちょっと、まあダメだったら変えるか。さあ、何者なのか全然わかんないよ、特にストーリーっていうかね。ここも全スキップです、だから見てないです。するな、やっぱり。
なんか。あ、でもそれは。圧倒的な戦力。あ、でも失敗。あれ。になったんだ。もうこれもずっと連打してあんま見たくなかったんで、いや何やるって言ってもな、全然喋んないんだね。フォワードバック、あ、バックってそういう意味なの。あ、そうなんだ。いや、まあじゃあ適当に。あ、そんな場面あったっけ。じゃあ後衛っていうのをやってみる。後衛っていうのはなんか後ろ、ちょっと待って、後ろって、あ、これ、あっと、まあ、ちょっと多勢に無勢なんじゃないかな。まあ適当でいいか。もうすごいな。最初だからかな。これ何持ってんの？全然テストでやってた時も見なかった。あ、ヒール役。なるほど。今いいね。さて、なんかこうあるんでしょうね。こうやった方がいいとか、こっちからやった方がいいとか、今は分からないのでこの辺やってみようか。あ、なんか後ろ捉えたね。へえ。じゃあまあここ。おう、なんかクリティカルが入ったのか分かんないけど。
まあそっか、こいつとやったのは少しだけ、もうほとんど僕は初見ですね。なんか顔がなんか顔が、まあいいかこれから長い付き合いになるんだし、なんかあるのかな。あ、ダメなんだ。あー、まず、なんか下のゲージみたいのがかなり削…あ、 GC とかいうのが全くなくなっちまったぞ。 GC っていうの、じゃあ、まあちょっとわかんないけど、こっち左の方が良かったな。どんな具合かがわかんない。なんか怪獣の音とか言って、なんかブレードアップとかなる、なったね。そうすると一回、あの、あ、これ単性なの、そういえばそういえばそうなんだな。じゃあ、わかんないけどこっちかな。ブレードアタック、あ、ちょっとまずくねえか。全然意味がわかんないんだけど。あ、こっち、どっちがいいんだろう。こっちじゃあ。まあ、なんかダメだったな。持ち上げどうやるんだよと、持ち上がるのかわかんないや。ちょっと待って、一回持ち上げた時に使いたくない、あのヒールっていうの。まあいいや、死んだら死んだで。こっちかな。ああ、ダメだった。ダメなのかなんかよくわかんないけど、死んだな。あ、死んでない死んでない。やった、あ、防御？マジで？まあでもやらざるを…あ、皆無っていうの？全然見てなかった、あのステータスとかいうところ。お、お、お、ラッキーだなおいっていうか、なんか厳しくないか最初なのに。もう一回あれやっときたいね。え、ちょっと待って、4、え、ちょっと待ってよ、40、え、145、あの45って何、向こうのやつなのか。今度どれやればいいんだろう。こっちじゃ、なんかよくわかんないけど、あー、なんかダメだったのかな。どういう具合になってるのか。ああ、なんか死んだみたいだ。ああ、まあじゃあ使おうか。あ、銃っていうのは10個持ってるって意味か。こんなことやってる暇あるかな。ああ、来ちゃった。あー、これなんかさっきすごくなかった防戦一方になっちゃうね。じゃあこれ、あっと、おっと、おお、いいね。じゃあ、うわ、あー、死んだな、死んだね。あ、 18、 あ、一気潰したかってこと。じゃあちょっとまあやるしかないね。一回あれしといてもよかったかな。とか言うの。あ、お、おっと、いいね。全然意味わかんないけど、どうやらいいんだったら。
誰の言葉も聞いてないんだけどさ。あ、いっぱい携帯が戦ってるんだね。見てなかったけど。え、まだやんの？あー、本体か。戦車窓置きか。あ、でもなんかビリビリしてんね。これ敵か。なんか勝ってもあんま喜びがないんだな。焼け野原になっちまったよ。マジか。一人だけ？感情の起伏がね。あ、爆心地付近、なんとか高原、ウォール高原と、これみたい。あ、これね、そう、セーブしたんですよ、ここで。あいつさっきの機械私倒したっけな。だってここでセーブ取ったってことでしょ。はい、じゃあもうこれいらないんで。あ、これ何月何日とか出ないんだ。これなんかカメラワークがなんか変だね。あ、違う、違うよ。あ、違う、どうやってやればいいんだ。あー、こんなのあんだね。へえ。装備バトル編成、そんなの。これ何。あー、コンフィグ。あ、コンフィグって、あーあーあー、いや違う、いやいや、ちょっと待って。あ、あ、マトバトルなの。一言も喋んないんだけど。科目なのか。そういえばこのバトルってこう
ランダムエンカウントとか、なんかどういうあれなのかな。敵を武器に攻撃しダメージを与えます。 こいつ370なの、皆無。あ、こんなのあったんだ。はあ、まあ関係ないね今。まあどっちって言われてもな。はい、横並びの怖いな。あ、一撃。あれ、さっきのやつらとは違うんだね。まあ全滅はしたんだろうな。これはこのところにもともといるやつらなの。人間じゃないね。消えろ。あれ、なんか今喋った。当然の結果だ。あ、いちいちこういう画面出てくるんだ。入手後ゴールド。へえ。はい。なんかこう、なんていうのかな、カメラワーク面白いな。なんかこううまく向かないんだね。あ、走れんの？ちょっとラグがあるけど。あ、なんだ？今のは何ですか？ブルブルが。あ、これダメージがあるってこと？あ、しまった。体当たり？あ、なんだ？あ、いけるってことなの？ああ、そういうこと？あ、見る。エイム、エイム？キャラクターにリングを装備させておけば、武器の攻撃を行った際に、エイムリングシステムが自動的に、エイムリングシステムってなんだ？発動します。エイムリングシステムをうまく利用すれば、武器による通常攻撃に様々、あ、追加効果。だから今のは何の追加効果のそのリングなんだろう。エムリングシステムを発動すると、攻撃アクション中画面にタイムカウントと円形のエムリングが表示されます。タイムカウント。ああ、なんかああなってる時に何かやんのか。タイムカウント中に右トリガー、右なの？トリガーって どのボタンなんだよ。アウターリング、外縁がエイムリングに重なる。あ、なんか QT みたいなやつなの。あ、離す、引いて離す。なんだろう、 LT なのかな。え、 LT じゃないや、 RT なのかな、 RB なのかな。うまくタイミングが合えば、うん、パーフェクトならその効果絶大です。ちょっと今見てなかった。外縁の？なんだって。なお、トリガー操作のタイミングが合わなかった場合や、何もせずに終了した場合、バットの結果が出ると追加効果は、ああ、ダメですよと。追加効果装備したリングにより変化します。ああ、これは永続っていうあれなの？なんか使い捨てじゃないよね。状況に応じてね。まあ、どんな敵かにも、もう一度見ますか。すごいな。うん、うん、アウターリング、外縁が、あー、なんかギューって絞られるんだ、あの外縁が。新たななんか円が出てきて合わせるんじゃなくて、あれがキューって閉まっていくのかな。あー、まあわ、なるほど。ちょっとわかんないけどね、どうだかは。そしてだよ、今のをもう一回見るっていうことができないのかい。
できないのかこの時代のゲームはって言っても、そんな昔じゃ大昔でもないと思うけどな。へえ、ちょっとこれなんだって。あ、これあ、パワーってやつなんだ。攻撃ダメージがショーアップします。なるほど、まあどんなもんかね。あ、これ装備って、あれ装備され、ん、装備の変更、 RT 外す、 RS 外す。今じゃつけてんのね。セレクトリスト つけて外すと、あの数字変わるの、攻撃力とか変わんないかな。あ、ここでこうやってやるんだ。あの上のパラメータっていうか、あれは別に特に変わらないのか。ネクスト98、あ、レベルね。RPG なのか、要は。ちょっとなんか独特だな、カメラワークが。ここって言っていいのか。あと何のエンカウントなんじゃないだろうな。マジか、こんなに最初から、最初なのっていうか、言葉発しないの珍しくないか。ちょっとこの戦闘のやつをやった方がいいとか。一撃で倒…あ、なんだっけ、なんだっけ、なんだあ、そんなすぐ、なんか、え、ちょっと待って、あ、そういうな、すぐなんだ。ちょっと戦闘のテンポが悪いかな。おし、あ、ダメ、嘘、結構早いな。強いものが勝つ。ただし喋った、うん。あ、獲得 SP っていうのは全然もらえないね。なんかよくわかんないけど。あ、ここ行けないのか。どういうところが行けるんだ。ジャンプとかないよね。ちょっと待って、行けないんだけど。あ、こっちに、いやいやいや待って行くことすらままならないんだけど。え、ちょっと待ってよ、どういう、ええ、こっち、ここら辺から、ああ、なんだ、ちょっとシビアなのか。そういう具合もちょっと覚えていかなきゃいけないね。このちょっとしたスペース、あ、このゲームはミニマップあるんだね。いやー、シャドウブっていうか、あ、ランダムエンカウントが一気に攻める。今度こそ決めてみたいんだけど。あ、ボタン間違えた。じゃあなんかあんまり誰からやっても関係ないのかな。これはパーフェクトじゃなかった。なんか棒立ちなんだよ、棒立ちらしい。ダメか、消えろ。クリティカルとかあんのかな。あ、ダメ、もうちょい頑張ってみようか。あ、なんかちょっと、あ、なんか青い線があるね。これオートセーブとかあんのかな。なんかやたらエンカウントするんだけど。あー、ダメか。
もっとダメージ入るのかな。長押しでできるんだね。あーダメ、うん、もうちょっと音高くしてもいいかな。なんで右を見るんだろう。あ、なんかまたあんの。いや、何も…あ、体当たり。あ、これか。お、マナーハーブ、それはなんか商品アイテムかな。あ、説明入んなかったね。そっか、今のがいうアイテムとかか。あ、荒野の橋、全然喋らないんだけどさ。なんかカメラワークが独特だな。あ、そこをどけ。なんだって、なんて言ってるのか全然わかんない。おお、パーフェクトだって。あ、だいたい20マシぐらいなのかな。17、8マシぐらい。どうだ、ダメか。せめてグッドは出したいね。ダメか。消えろ、消えろって言ってんの。当然の結果だな。よし、ちょっとさ、マルってどういう、なんか最初にどういうこう物語っていうか、なんか何のあれも、あ、何のあれもない。あ、ヒル薬、ヒル薬、何のあれもないんだね。いきなりこう始めあ、これもそうなんじゃない。マナーハーブ、マナーハーブっていうのは何だろうね。あれ、向こう側に、あ、 MP か。魔法使えんの。 MP って魔法かな、普通で考えると。ちょっとしたスペースは、あ、いけるんだ。あ、特に何もないな。なんかいけるところといけないところの、あ、ちょっとわかんないね。うん、体当たりなんかできないかね。あ、セーブだね。じゃあセーブしとこうか、せっかくだから。ちょっとセーブ時間かかるね。うん、ちょっとかかるな。うん、あと、あっと、あ、やっとムービーだぞ。あ、これなんかさっき味方っぽい人じゃなかった。生きてたの、なんかよくわかんないけど。なんか声小さくないか。あいつ生きてる。おい、お前、他はお前だけなのか。名前は、所属はどこだ。カイマアラゴナー少尉、魔装歩兵第17小隊長。小隊長、よく無事だったな。さ、こっちだ、ほら。お前、よく無事だったな。お前たちはなんかちょっと離れたところにいたってこと、だから平気なのか。そのカイムはまともに食らったんだろうな、あれ。だけど平気なんだ。あれ、あ、これはいちいち開ける。
トギー氏、あ、なんかクラフトでもすん？リンゴ、あ、リンゴもなんか育てるの？エイムリングシステムに必要なリングはリング合成によって作り出すことができるか。ただしリング合成には合成素材が、いやいや、これやりだしたら結構かかるやつ、かかるやつだねこれね。うん、合成素材にはさまざまな、まあだろうな、バトルや宝箱、ショップ、ああ、なるほどね、はいはい。またリングそのものも、ああなるほどね、はい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 。なんか高品位のリングとかだと、そ、なんかね、いろいろ必要になりそうですね。すごい育てたリングを素材として使うとかね、使うとか使わないとか、なんかあるかも。リング合成ではリングレシピが確認、あ、レシピか、レシピ自体は手に、どうやって入れるのかな。また必要な合成素材が揃っていればそのまま合成して、入手、リング合成画面を確認、新しいリングレシピが追加されているかも。合成素材を入手したときは、よく確認しろと。X を押すとリングレシピのフィルタリング、レシピが増えてきたら検索に利用しましょう。ああ、属性とかキラーとか状態異常かとかなんとか、あ、ちょっと待って、これまあ見ないだけど、見ないだけど、なんかもう一回見た、見たいとき困るな。なんかなんとなく困るんだけど、これで合成、もう忘れたよ、どこで見んのかな。あ、これか、あ、研ぎ石4個、あ、パワー回、あ、これはパワーと、パワーは持ってるでしょ、合成、あ、持ってないのこれ、パワーって持ってる、あ、これレシピか、あ、これレシピか、あれ、じゃあ攻撃ダメージショーアップしてんのかな、さっき、よくわかんないけど、まあちょっとやってみようか。研ぎ石がなくなっちゃうんでしょ、うん、だよな。あ、実績、まあ実績どうでもいいけど、で、これはそうだね、うん、まあ、光っ、あの、白くなったね。あと職人の集合鉱石っていうのがいるんだね、ダメージアップレベル1、レベル1回、細かいな、おい、レベル2とかじゃないの、成功範囲の、あー、なんか周りのやつならもうダメージ与えられんのかな。あ、これか、 X ボタンって、あー、こういうやつ、あ、なんかこうあるんだね、レベルとか、へえ。まあ今フィルタリングだっけやってもしょうがないからな。これ職人のなんとかじゃないのか。あ、天使の羽、消費アイテムだね、多分、じゃないのかな。戦闘中使うのか、これ。活性を高める天頂っていうの、味方一人の、ああ、そういうこと、フェニックスの、HP は消回復か、はあ、はあ、相当もできんだ、へえ。まあ行くか、話はできない、まあそれならそれで楽でいいけど、ちょっとカメラワークが、あ、この人は、あ、人間、
なんかこっちに何かある。なんか走る音がすごいね。ちょっと待って、必ず乗るんだね。あれ、なんか勝手に歩いちゃうんだけど。あ、はい、じゃあ乗るか。引き上げるぞ、登場。戦場を見る兵士、セーラーを押す。あ、押すのか。ウーラ軍って言うんだ、装甲車。なんか中は随分装甲車っていうか、あの軍用の車とは思えないような、なんか飾り付けじゃないか。あ、随分治療、みんな傷ついてるね。こんな小さな子、小さくないのか。彼女は第43魔導師団所属、セス・バルモア順位。兵士あなたと同じ、無傷で生還されたのです。お二人とも奇跡としか言いようがありませんよ。ああ、どうやら奇跡じゃないみたいだな。喋らねえな、主人公。ああ、私以外にも無傷がいたんだみたいな顔なのかな。さっきの女の人、見たことあるみたいな顔、あのあれじゃなくて、なんか独特のカットシーンだな。今夜なんだ。うん、っていうか、あ、なんか都市なのかな。さっき荒野のなんとかって、あ、魔導共和国ウーラ。ここはちょっと一大都市なのかな。上位はここで降りてくれ。うん、評議会が生存者に話を聞きたいと言っておられます。ああ、バルモア順位はどうぞそのままで。私も生存者よ。評議会はアラゴナー少尉のみ召喚しているのだ。ああ、おかしな話ね。さあ、一体誰と誰が戦ってるのかもよくわかんないけど、まだ。こっちだ。まあまだ関わってくるんでしょうね、あの女の人はね。もう忘れたよ、名前。なんだっけ、セラだかサラだか。あ、動かせて。これは何でもないか。え、いや、何でもなくなかった。おう。あ、いちいちもう一回押さなきゃいけないのか。あ、研ぎ石だぞ。じゃあこれもか。うん、マグマの破片。あ、ここも。またマナハーブだ。こういうとこはこう行けないんだ。あ、入る前に一応なんかちょっと歩けんのか。ああ、へえ。まあどうせまた歩けるんだろうけど、なんかちょっとカメラワークが独特。ずいぶん早く走れていいね。あ、また蹴れんの？あ、なるほど。蹴ったかどうかが分かんなくないか。ああ、蓋が開いてる。
どう判断すればいいんだ。あ、入る。うん、ウーラ大壁門っていうの、なんとかなんとか話しかけられないんだね。カメラワークがこう勝手に切り替わるんだね。あっと、なんだかなんかすごい見てるんだけど、でもなんかインタラクトできないんだね。これを見てんのか。すごいブルブル言うんだけど、まだ動かせられ、自動で、うん、動かせて、同じか。まあ特にか、うん、なんかカメラワークがこう自由にいかないんだね。申し訳ないんですけど、ここまでにしておきましょう。ちょっとね、時間がなくなっちゃった。では、パート1はここまでにしておきます。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。